1の鳥居2の鳥居重友神社は、千葉県流山市にある神社。旧称は、三輪神社。式内社論社で、旧社格は孫社。延喜式神名帳には、商社として、下総国葛飾郡、諸神社と記載されており、その論社にあたる。論社には他に2社がある。諸神社自体の国史での所見は、日本三大実録上元13年11月12日条、諸神に15以上の神階を授けるという記述である。その後、元行3年9月25日に、正5以上を授けられた。当社の創建は不詳。祭神の大物主名は、奈良県の三輪山にある、大三輪神社の分霊とされており、社名の、諸は、三輪山の旧名、御所山の、諸のことであると見られている。そのため、当社の鎮座する台地もまた、三輪山と呼ばれている。神宮寺跡、旧参道西平井の鳥居と、八木里の地名由来などから、当社は広大な神域を有していたと推測されている。慶長3年、江戸川が掘られたことにより、神域が分断された。当神社はその東岸にあたる。そのため、元和年間に江戸川西岸に分社し、三輪神社が創建された。また、当社には、江戸幕府から毎年25石の祭祀料が捧げられていた。境内に接して神宮寺の跡がある。ありがとうございます。